どうも、なっちょです。この前、こちらの薪ストーブの煙突の中を、ブラシを使って、すすを掃除したんですけど、今日は、この本体を、掃除しようかなと思ってます。見えるかどうかわかんないんですけど、この上、この前掃除した時に落ちてきたすすがちょっと乗ってたり、あとは、特に天板なんですけども、ところどころサビが出てたり、ここ開けたら、ちょっとサビがついてたりとか、中も、こう綺麗に掃除して、あとこのガラスなんですけど、今はもうこうちょっと灰で曇ってるような状態なんですよね。使ってるうちにこれは良くなるんですけど、シーズン入る前に、ここら辺を一回綺麗にリセットしたような状態にして使い始めたいなと思ってます。毎年毎年使っていけば、ちょっとずつ汚れていったりとかサビが出たりとかしていくんですけど、こういうのって使い込んでいくうちに味が出てくるというか、そういうもんだと思ってるんで、そこまでピッカピカにしなくてもいいかなと思ってるんですけど、でもシーズン入る前に一回必ず手入れというか、そういうのはこれから先もしていこうかなと思ってます。じゃあちょっとやっていきたいと思います。作業しやすいかなと思って扉を取りました。こういうピンで止まってるだけだったので、簡単に外せます。主に天板なんですけども、錆びてる部分をヤスリがけしていきます。完璧にサビは取れないんですけど、しょうがないです。本当にやばくなったらもうグラインダーでギャーって一回削って、サビを完全に落としてもいいかもしれませんけど、今年はしません。乾かしておきます。全体を拭いていきます。
とせっかくなので一回このガラスを取ってみようかなと思います。やったことないんですけど、見た感じネジ4つで止まってるだけなんで、これを外してで掃除しようかなと。ストーブポリッシュを今から全体に塗り込んでいきたいと思います。もうストーブポリッシュ乾いてると思うんで、全体的に空拭きをしていきたいと思います。うちは灰をつけて磨きます。うわ、汚れになるからあんま動いたらダメ。じゃあ、あとは、外した部品をストーブに戻していきたいと思います。はい、じゃあちょっと全体見せますね。煙突は
まあ、この線のとこからこう下をポリッシュで、磨きました。でこちらが天板ですね。まあ、去年も言ってたんですけど、まあ程よい光沢が出るというか、ただちょっとなんかムラは、ありますね。ただまあこれ使ってるうちにもう自然と馴染んでいくので、別にこんなの気にしません。正面から見るとこんな感じかな。この正面の扉、上のやつとこの下のやつ、これはですね、鋳物なのでちょっと表面がボコボコしていて、ポリッシュで磨くと本当なんか新品に戻ったような輝きになります。ただこの鉄板は前もちょっと、まあ、若干ムラがあるかなという感じなんですが、でもまあ綺麗ですよね。でもガラスもあの外して磨いたのでめちゃめちゃ綺麗になってます。はい、これ中はこんな感じ。ちょっと墨が残ってるんだけど、この前のこの止めるやつも一応、これはねもう本当錆びてるんですけど、まあ、一応ポリッシュで黒くしました。一番奥にこう二次燃焼の穴があるんですけど、中はまあ錆びてます。これはもう使ってりゃこうなるんで、気にしません。でここが灰受けですね。ここも、まあ中は錆が見えるんですけど、まあ掃除機でちょっと吸っただけです。まあ、全体的に、また綺麗になったなっていう気はします。はい、ということで、ストーブ本体の掃除を一応終えました。まあこの前煙突の方も、まあ、すすはちょっとしか出なかったんですけども、まあそれも済んだし、まあ簡単な掃除ですけども、ここの扉とかも取って中チェックしたりとかできたんで、特に不具合もなく、今年もいつも通りに使えそうなんで、まあ良かったかなと思ってます。特に今年の冬はナミちゃんが出産を控えているので、寒くなったらすぐに薪ストーブを使えるようにってことで、まあちょっと早めでしたけども、まあ、煙突と、本体を掃除したということです。もうあの薪もですね、今年はもう豊富にあるので全くその点は心配ないし、まあどんぐらい寒くなるかとかは分からないんですけど、まあでも我が家の場合はもうこれに頼らないと寒くてしょうがないので、まあ今年も、薪ストーブをちょっと楽しみたいなと思ってます。あとまあここら辺まだちょっと掃除してないんで、今から掃除しようかなと思ってるんですけども、とりあえず、薪ストーブ本体の掃除メンテナンスをこれで終わりたいと思います。ではお疲れ様でした。